カール・ビルヘルム・ディーフェンマッハは、ドイツの画家である、ヘッセン州のハーダマルに生まれた。父親は、画家で高校の美術講師であった。ミュンヘン美術院で学び、象徴主義の画家、アルノルト・ベックリンや、フランツ・フォン・シュトックの影響を受けた。若い時代からその作品は高く評価された。病気で、右手が不自由になっていたので、それを治療するために、自然療法が有効だと信じた。 当時の自然療法化、日光浴療法のリクルやベジタリアニズムのバルザーなどの影響下に入った。1881年に既成宗教からも離れた。ローブを着て、サンダルを履いて、ミュンヘンの街で自然の法則に従い、一夫一夫性を否定し、ベジタリアニズムや戸外で裸でいることを説くようになった。人々からは、コールラビの使徒とあざけられた。 警察に監視されるようになり、ミュンヘンを出て、プラッハのヘルリー・ゲルス・クロイトの元の石切り場のあった場所に移って、弟子と作品を制作した。1892年に、ウィーンで展覧会を開き、成功を収め有名になったが、主催者とのトラブルで出展した作品を失うことになった。ディーフェンバッハは、エジプトに移った。1897年になって、 作品の返還を求め、ウィーンに戻り、ウィーンでは雑誌を出版し、知識人の支援を受けるようになった。ウィーン近くのヒンメルハフに20人ほどの弟子たちと共同体を作って住んだ。弟子の中には、フランティセック・クップかラがいたとされるが1年ほどで、この共同体は失敗し、ディーフェンバッハは、イタリアのカプリ島に移り、カプリ島で没死した。ありがとうございます。